おはようございます。今日ね、まこちゃんのツアー BC ハイク、同行して、取材してきますよ。高久智弘です。ツアーのね、映像は何個か上がってますから、それもぜひ見てください。合わせてね。で、今日はテールガイドでもないしリーダーガイドでもないんで、ね、ちょっと離れたところで、斜面ツアーの雰囲気ちょっと客観的に映せたらいいなと思ってます。今日はね、まこちゃんのリーダーガイドでハイクアップです。天気が悪い中ね、林のラインだとかいい雪に上がっていくようなツアーです。そんなビッグハイクではない感じですかね。で、テールガイドは中村スキーですね。で、その2人のね間に挟まって、今日4人のクライアント、湘南からね先輩たちが来てくれています。よし、ハイクの現場に着きました。車で来れる最後のエンドまで来たわけですけれども、結構除雪がしてあることとね、してないことと、いいですね。もうね、直角なんですよ。今、リーダーガイド、山田のこと、階段を作ってね、こうちょっとしたね、こういうね、バーチカル、今90度のところもね、もう登れないですよね、こう足がかりがなくて、ね、今掘って、こうして、上に行くとかですね、上でも準備かな。今日もね、スノーシューだったんで、また GT 選んじゃいました。GT とクリッカー XHB、バウンダリー、かなりも柔らかくなってます。で、バックはね、9月35。最高気に入ってるんですよね。はい、OK でーす。失礼します。はい、OK。ありがとう。よろしくお願いしますよ。お願いします。彼女はね、もう、5年以上前から門下生として入ってきてくれたんだけど、去年から、ね、テールガイドになって、今ねこういうスキーだからさ、スノーボード以上にちょっと困ってる、苦労してるお客さんのね、ケアもねが容易なんですね。こう歩けるからね、ですぐね活躍してくれてますよ。はい、行ってみましょうか。おっしゃるね、中村先生に通しますので。静かに登山開始します。土でね、休みながら、僕たちはね滑るために登りますんでね、とてもゆっくり上がってきます。何回も休みながら斜面見ながらね、あとこうちょっと振り返ってみたり、僕よくやるんですけど、こうやってね雪触って、ああ滑ったらどんなコンディションかな、まあ、ここは斜面がな、斜度がないけど、木と木の間こう滑ったらどう見えるのかなっていうのを、ね、何度もねこう想像しながら、インスペクションって言ってるんですけど、そういうのしながらね登ってます。とてもクオリティが上がりますね、1本のライディングの。皆さんもぜひね、ただ登るというか辛いなだけじゃなくて、滑ったらどうだろうなっていうのをね想像しながら、上から見える景色重ねながら登られることをお勧めします。そう、ファール向こう側行っちゃうと、もうこっち越えられないんで、こっちへ置いとかなくていいよね。そう、こういう感じで来ます。そう、その向こうは沢になってます。だからそのまま沢が見えたなと思ったら、沢を右手に見ながらこっちに入り込めば、あとずっとグーフィーのバンクでもあって込みながら行けますみたいな。まあね、滑り終わった後の景色、その説明ですね。まあ、1本目はここまで滑るということで、今登った分、その稼いだ分、ここまで1本目滑るということですね。テールガイドのね、中村さんが、中村美穂さんがルートをね、スプリットボードっていうか、まあ、シールなん でこれでルートをちょっと切り開くような感じで、その後ろにスプリットチーム2人ついて、でそこからスノーシューが歩いていくという、まあ圧倒的にね浮力が得られるというか、楽にこう上がれるんですよ。ただね、稜線上とか硬い雪になってくると爪がないんで、エッジだけでね、エッジと後ろのシールって言われる逆毛のね、ナイロンマットみたいなやつを貼ってます。で、そのグリップで登っていくんで、硬すぎるとねガーッ滑っちゃうんですよね。そういうところはね、ちょっとルート巻いたりとかして、じゃ若干難しいんだけれども、遠い距離歩く、深い雪、スキーヤーがいるとか、重い荷物、そんな時にはねこのスプリットボード非常に活躍します。今ね、影が先行しているところが稜線です。あそこからね、今度さらに渡航していくというようなことで、稜線上っていうのはね、両方の風といいますか、風がよく当たる場所なんでね、今ね、ここまでかなり暑かったですけれども、
まあ、シェル1枚を羽織って、で中はダウンを脱いじゃってるような状況、それでね上がってきました。これベンチレーションって言ってね、ウェアのこの脇の部分やズボンのね横の部分、ベンチレーションって言うんですけれども、ここでね空気こうなんていうか湿気とか熱が抜けるようになってね、でこう雪がこう降雪してるような今みたいな状況でも、ね、ジャケットこう羽織ってるんで最低限こう濡れないというようなね。でこれもウェア上下、皆さんもそうですよね、ゴアテックスであったりだとかそういう透湿素材って言われるものを着てます。で上のシェルっていうのはね、もうこの防水と防腐そして透湿、これにね特化したような、考え方です。で中でねその時の気温に合った、まあ、あのミッドレイヤーって言われるこう、まあ、今日河川のやつですけどね、ダウン着たりミッドレイヤー着たり、まあフリース、ね、気温とか行動によって合わせていくと。でバッグの中にはエクストラで、まあ、ダウンジャケットが入ってたりだとかそういうことですね。で登るときはねみんなそうですけど、ゴーグルを外してますよ。ゴーグルつけちゃうとゴーグルすぐ曇っちゃうから、で滑るときにね中真っ白みたいな凍ってるっていうところがあるんで、ゴーグルは必ずねゴーグルは外して登りましょう。かなりね標高を上げてきました。今ね細い尾根状上がってます。見えにくいですけどね、もう5メーター横は雪庇になってますね。かなり狭い尾根上がってるところです。こういった時にねむやみにねトラックを外して右側どうなってんだろうなーっていくとこね、雪庇崩落っていうのこれよくあるパターンです。なんで確実にね遠くから見えてて、あそこは雪庇がないよっていうようなところちゃんとね、あの地形図ないしはあの象徴的な地形でね、あの把握してからあの覗き込まないと本当危ないですね。これは今ねリーダーガイドのトラックを外さないようにみんなで登山してます。で尾根上もうねこう見えてかなり硬いんで、もうスプリットチームはね今ここ登れないんで、今逆手のね登ってきた方の林をねトラバスしながらゆっくりとこうしてるとこですね。硬くなるとね難しいんだよね。よし頑張ってよ。稜線上このねみんなが歩いてる5メーターぐらいのところに、あそこに雪庇あるの見えますかね。こういうのがね今登ってきたところずっとある状況ですね。だからこうね今登りきるちょっと手前にこういう場所があるよっていうところを、大斜面ないしは登り出す前から見えていればね、このポイント特定してとか、ここまで来てから覗き込むとか、そういうような方法ですね。遠くから見えた山の景色、それとですね地形図で標高、それで自分のいる場所を特定してですね重ねていくんですね。でどんどん慣れていくとね、下から見ただけでもあの地形図で答え合わせをして、上から見たらどんな風な景色に見えるかな、滑ってたらどういうようなあの木の感覚そして地形なんだろうなっていうのもね想像できるようになってきますよ。そうするとね一本の滑りのクオリティがどんどん上がってきますから、まあ出たとこ勝負ももちろんね、間違えちゃうってことや失敗しちゃうことこれもあるし、でもそうなってもね一本最後まで滑り切らないと、これがねバックカントリーの醍醐味であり面白みだと思うんですよ。なんでね最後はその技術が回避するところもあるけれども、こういう知識経験そういうのもね非常に大事になってくるのがあのバックカントリースノーボーディングです。いやいやちょっとね雪庇の切れ目覗いてみましょう。見えるかな、これかなり一緒。こっち側の面はね今やんないです。ただね逆面やってからもう一度尾根上まで登って、最後こっちの面もね南東面やります。うわおゴージャス。到着しました。1時間ちょっとかな、1時間半ぐらいでしたかね。非常にゆっくり歩きました。最初かなり暑かったけれども途中から慣れてね快適に登山することができましたよ。で、まあ、僕が一番右のラインつけるんでそれ越えなければ大丈夫だと思うんですけれども、最終的にはねこっちの向こう側のそうあの斜面のこっち側の斜面沿いに向かう感じになりますので、はい、さっきずっとグーフィーのバンク続いてたじゃないですか、こっち側のそうあれ沿いに行く感じになりますんで、まあまあ僕のライン越えないように注意してください。
で、まあ、今ね下あ上の部分オープンバーンで少しフラットライト気味で、まあ、見にくいんですけれども、だんだんと木が出てきます、はい、で最終的にはねちょっとあのソリンというかあの細かい木出てくるんですけど、まあ、たまに細いところもあるんで、まあ、分かりやすいんであれだと思うんですけれども、まあ、ちょっと抜けるとき気をつけてください。ではでは、じゃあ行きますね、はい、まあ、ちょっと本当フラットライトきついんでゆっくりでいいんでね、あの上部は特に気をつけてください。じゃあかげちゃん行きます。光大丈夫？大丈夫ですよ。 OK です。じゃあ行きます。じゃあ皆さん楽しんでください。イエーイ。おー、上ちょっとかないね、ワンターム。もうここからボトムレース。お、若干風が当たってんのかな、うん、でも滑り出したらこれ十分見えますね。まこちゃんの行ったラインが一番上から見て右側です。うん、早々多分ボトムに降りちゃってもボトム付近はあの雪がいいんじゃないかなと思いますね。藤沢から、はい、行きます。おしごい出身です。 GT 乗ってくれてます。イエーイ、行ってらっしゃい。これね、サーファーなんですよ。もう公家沼でね、ずっと入ってるあの腰越のね、店舗の近くで出身です。では楽しんで、下ボトムで会いましょう。いらっしゃい。降りてきました。上上部はね、乗るとあの待ってるあの低温とちょっとした風、ちょっと不安な気持ちになって全然見えなかったけど、滑り出して影が尾根上で見えたからの雪はね、もう素晴らしかった。あとね、誰もいない、下もいないですし、僕らのトラックしかない中でかなりな滑走距離滑ったんで、どっちかななんてね、一瞬ね見失っちゃって不安にもなりましたけど、もうね、ボトムに降りてからっていうか、この中斜面のところ、緩斜面のところも踏み応えのある非常に素晴らしい雪でした。リーダーガイド遠藤誠、テールガイド中村美穂子、ワイダーカンパニー BC ハイク最高でした。ありがとうございます。失礼します。そう。